れ、なんで僕だけしか。おーい、ミラー、エリック、現在の死亡者をお知らせします。 C チーム、カルロス、アカネ、純平。 Q チーム、エリック。 D チーム、ダイアナ、ファイ、シグマ。以上7名が死亡しました。そんな。なお X ドアは開放され、その後速やかに閉鎖されました。脱出の成功者はミラ。嘘だ。これにてディシジョンゲームは終了となります。お疲れ様でした。なんでだよ、どうして7人も。で刺されたはずなのに。答えが知りたいか。ゼロならば量子コンピュータードームに来るといい。そこで全てを伝えよう。量子コンピュータードーム。私のことが憎いかね。ならば今すぐ私を殺してくれても構わんよ。君がその気になれば、たやすいことだ。僕は、真実が、知りたい。よかろう。これ君のスペアボディだ。僕のスペア。この計画のサポート役として私が用意したものだ。主に肉体労働などの雑務をこなしてもらうためにね。自身の意識の本体はその体の中に存在しているわけではない。君の思考中枢はそこ、量子コンピューターの中にある。君はその中で物を考え、感じ、判断している。そうして導き出された出力結果は様々な指令となって君の体に送信される。その指示に従って君の体は動いているのだ。だから僕は死ななかったっていうのか。ああ。それじゃあ僕に記憶がないのも。当然のことだ。君はまだ生まれたばかりなのだから。生まれたばかり。じゃあこれは何なんだよ。これ、僕の中に確かにあるんだ。何か温かい残り香のようなものが。
おそらくそれは君という疑似人格のモデルとなった少年のものだろう。難病を患い10歳という若さで亡くなってしまったあの少年の。誰だよそれ。彼の名はショーン。君と同じ名前だ。え、でもそれは僕じゃないんだろう。ああ、あくまでも疑似人格を構成する際のモデルに過ぎない。そうか、そうなんだ。結局僕はただのプログラムで、この体の中に意識があるわけでもなくて。それがどうしたというのだ。人間とて同じかもしれないではないか。人間の思考中枢は必ずしも脳にあるとは限らない。それは別の次元のどこかに存在し。人類はそこで物を考えているという可能性もある。そうして導き出された出力結果は脳という中継装置に送られる。もしも仮にそうだとしても大脳生理学上は何の矛盾もきたさない。中継装置が破壊されれば体は正常に機能せず、思考の結果もうまく出力できなくなる。いずれにせよ現象として現れるものは同じ。少なくとも我々は決してそうではないと証明することはできないのだよ。ねえ、一つ聞いてもいい？どうして僕に人格を与えたの？ただのサポート役なら命令に従うだけの単純なロボットでもよかったんじゃ。私は君の世界を感じたかったのだ。あの少年ショーンの世界を。何言ってるんだよ。話は以上だ。ちょっと待ってよ。これから君にはやってもらわなければならないことがある。ゲームだよ。ディシジョンゲームだ。なんで？ゲームはもう終わったって。それは他の者たちについてのことだ。君は例外的な存在だから。そんな。ではルールを説明しよう。ここに一つのボタンがある。これを押すか押さないか、それが君に与えられた選択肢だ。押すとどうなるの？君の人格を構成するデータは全てあのコンピューターに保存されている。記憶、性格、感じ方、考え方、君の挙動に関するありとあらゆるアルゴリズムがあの中に。もし君がボタンを押したら、それらのデータの完璧なコピーが丸ごと仮想空間へと移植される。そして君のコピーはその空間の中で生き始めることになる。その世界は現実と変わらぬほどの精巧さでできていて、そこが作り物の世界だと気づくことは絶対にない。その空間に飛び込んだ君のコピーは最高に幸せな人生を送ることになる。だがそれはあくまでもシミュレーションの世界でのことだ。現実の世界にはそのコピーの元になったオリジナルの君が残り続けることになる。オリジナルとコピーに違いはない。両者のデータは完全に同じ。1ビットの狂いもなく正確に複製される。要するにボタンを押したら
その瞬間から君という存在は二つに分かれ、一方は仮想空間に飛び、もう一方は現実世界に残り続けるということだ。じゃあ、もしもボタンを押さなかったら、君に関する全てのデータは一つ残らず削除される。バックアップは存在しない。データの復元は不可能。したがってボタンを押さなければ君の存在は抹消され、君は完全なる死を迎えることになる。完全なる